色付きのリゾーニ。大きさの比較として、共に置かれているものは、アメリカの25セント硬貨であり、直径24.26ミ、mm、リメートル、厚さ1点75ミリメートルである。リゾーニとは、米粒の形をしたパスタの一種である。日本語では、リゾーニと表記することもある。ショートパスタとして分類される。粒の大きさは、松の実よりは小さいが、 同じくパスタの一種であるクスクスよりは大きい。もともと大麦を原料に作られていたことから、イタリアでは大麦を意味するオルゾと呼ばれることもある。しかし、日本ではイタリアのバリラ社が日本政府を通じてリソニという商品名で販売していることから、この名が定着している。現在ではセモリナコを原料としており、マカロニの一種として分類されることもある。 ギリシア料理ではクリタラーキ、トルコ料理ではシェフリエと呼ばれている。日本では輸入食材を扱う店でないと入手できないことが多い。バリラ社のサイトによると標準茹で時間は約11分とされる。茹で上がったリゾウにはスープやサラダ、キャセロールに入れたりラグーソースを絡めたりした料理に用いられる。またその形状からリゾットに 米の代わりに入れるというレシピも存在する。日本では本来の大麦の意味と区別するために、オルゾパスタ、またはオルゾオパスタといった呼び名も見られる。ありがとうございます。